言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ですね、今年の夏に海外での公演の可能性はあるみたいな感じで、BE:FIRST の話でさせてもらった動画がありまして、皆さんからコメントもいただいて、私自身も気づいていなかったことなんかもあったりとかして、それでだいぶ参考にさせていただきました。で、結果的に丸々で海外公演の可能性あるんじゃないかっていう感じで、皆さんのコメントを元にして思いました。他にもいろいろとね、いい感じのものがありまして、そちらをまとめさせていただこうかなと思います。で、BE:FIRST だけではなく BMSG パッケージングでっていう感じで、もしかしたら考えている可能性があるというか、ああ、なるほどなっていう、確かにその方がっていうのはありますよね。だから、なんていうのかな、もしかしたら海外のフェスとかに行くときに、ナンバーアイの88ライジングにこう招かれた形でのこちら出演っていうのがあるんですけど、あれもその88ライジングのプログラムっていう形で、YOASOBI さんと新しい学校のリーダーズさんと、それからナンバーアイ、それから Awich ですね、何曲かずつぐらいな感じでやるっていうパッケージング。最初はそのパッケージングっていうか、そういう感じでやるのが確かにっていうところはある気がしております。ただ、YOASOBI に関しては単独でやったりもするっていうところもあり、それはすごいなっていうふうに思ったりしますが、宇多田ヒカルさんなんかもやっていたという感じではありましてね。だから日本人実は結構こちらに関してもそうなんだろうけど、まあ男子グループでっていうのはなかなか難しいところではあり、そこに関してはナンバーアイすげえなっていうところでもありますが、コメントでいただいたものがありましてですね、スカイハイが、まあ言ってみれば、まあ今までにないようなやり方での海外公演っていうのを考えていると。日経エンターテイメントの方の、連載、日経クロストレンドの方とかでも書いているようですが、ちょっと私まだそれ読めておりませんで、あとはまあ雑誌の内容ではあるから、ネットにいずれ上がるんで、それが上がった段階でっていう形で語れれば もしかしてもう上がってます？もしかしてもう上がってたら完全に私がチェックしていないということになりますけど、まあとにかくその流れがありつつですけれども、そう、スカイハイのラジオ、最近海外の人多いっていうところもありつつで、何かしらあるのではないかとか思ったりとかいう形ではありますが、BMSG 全体でっていうのは、つまり結構フェスに関しては BE:FIRST だけではなくて、マーゼル、アイル・ザ・ショータ、ノベルコア、エディ・ボーイ、レイコ、もちろんスカイハイ、みんな結構フェスに関してはガンガン出ているイメージがあり、ね、ロッキンジャパン、サマーソニックはじめとして、いろんなフェスにやはり出るわけですよ。ビバラロックに関してはね、BMSG アーティストがかなり出ますが、夏フェス、JO1INI のことが発表されたけど、BE:FIRST の発表がまだなく、それだけじゃなくて、マーゼルとかね、あとソロアーティストのみんなの発表がないっていうところもあるので、だからっていう形で、もしかしたらパッケージングとして、BMSG で海外公演やるのではないかっていうところで考察をしている方がたくさんいらっしゃって、私のコメント欄にもそれがありました。そう、まあサマーソニがバンコクで、タイでサマーソニックがやるという形があって、それの可能性もあるかなっていうところと、 JO1 とかもね、海外ツアーとかはやったりはしているし、なんだろうな、規模的な部分とか知名度的な部分とか、もろもろ、キャリア的な部分とかもろもろありますけど、まあ、BE:FIRST 含め BMSG でいけば、多分いけるんじゃないかなっていうところは間違いなくあるわけですよ。で、サマーソニックの、バンコクで今回サマーソニックをやるから、そこでもしかしたらやるのではないかとか。で、あるいは、まあ、コメントでいただきましたが、アジアで小さいツアーをやるのではないかっていう話だったり、まあ、いずれにしても今年海外に向けて何かしらアクションを起こすんじゃないかっていうことだったり、あとね、ラビットの流れ、ちょっとレオくんの話になりますが、ちょっとレオくんに関しての話で、あれなんですよね。バンジー飛んだ時に海外公演やるぞっていうところとか、あれは本当に感動しましたし、
それからラビット出た時に、あのここまでは BE:FIRST として、ここ出れ BE:FIRST としてどうしても出れなくなるところがあるから、そこまでもし行けたら連続でみたいな感じで出れて嬉しいみたいな、ちょっと内容はもうちょっと違いましたが、ただそのいつまでの期間なのか教えてほしいんだけどみたいな感じの話もあったけど、そこは当然、ね、教えることはなく、でも夏フェスの時期ってやっぱり夏フェスやるのは土日とか祝日多いから、木曜ラビットだったらそこに被らずに行けるような感じがするので、だからね、ツアーとかではなく、まあ京セラドームで一旦 BE:FIRST のツアーではなくなり、まあマーゼルの方になるかなっていうところはあるけど、そう、でもマーゼルがね、そっか、ツアーやるっていうのは確かにあるっすよね。だから BMSG でっていう形でマーゼルが混ざるかどうかの部分も含めてなんですけど、いやどうなんだろう、でもマーゼルの日程とかもろもろ見てみると、もしかしたらですけど7月8月あたりとか、あの辺は空いたりするのだろうか、ちょっとすいません、それを先に見ておけばよかった。うん、なんですけど、マーゼルもでもやっぱりパッケージングで絶対行った方がいいですもんね。ユニバーサルミュージック絡んでますから絶対その方がいいし、レイちゃんがね、レイコがフィリピンでライブした時も完全にユニバーサルミュージックフィリピンの方でだいぶいろいろとやってくれたみたいで、フィリピンの有名な歌手、俳優さんもやってらっしゃるかな、うん、の方、女性の方ですけど、デュエットみたいな感じでやるっていうのも、レイちゃんが行ったらそれ動いてくれたみたいで、ユニバーサルすげーって思ったもんですよ。うん、ユニバーサル絡みでいう形になるから、多分レイコマーゼル一緒に行ければってことはありますよね。やっぱり海外行くって時にどう考えてもユニバーサル強いからね。うん、で BE:FIRST は BE:ME なので APEX なんで、 APEX もね、海外展開とかはしておりますが、やっぱりユニバーサルの方が強いっていうのは間違いがないわけで、うん、っていうことですよ。で、言ってみれば、コメントでいただいたやつで、国内のサマソニーに BMST アーティストが全く出ないっていう形、まあ全然それの発表がないですよね。まあ、もしこの後発表があったら、そもそもこの動画の予想違っちゃうのかなって感じになるけど、ただ、バンコクのサマソニー、タイのね、バンコク、BMST として出るんじゃないかなっていう風な感じだったりとか、そういうのもあります。で、サマソニーはバンコクに出演しそうな気がしますね、みたいな感じのコメントもいただいておりますし、まあそうなんですよね。で、りょうきくんの話があって、りょうきくんのファンの方ですね、今年度の三山りょうきのカレンダー撮影でタイに行っていたっていうところで、ムエタイとかもやっていたっていうところもあったという。ただもしかしたらりょうきくんの撮影と一緒に PMSG アーティストとかが帯同して現地のロケハンとか調査とか、あとそういう仕事上でのいろいろなものとかやってた可能性もあるなっていうのは確かに思う。そう、タイである必要っていうところもまたそうですからね。うん、ね、なんかこう韓国だったりとか、あるいはまあレイちゃん絡みあるからフィリピンだったりとか、まあインドネシアだったり、まあ、インドネシアもねそうだけどね、インドネシアやっぱり強くなりそうだからな、これから今後の時代に。タイであるっていうところもね、それも確かにそうだなっていうところはあります。はい、でいうことなんで、まああとそうですね、配信でやったりするかどうかっていう、まあまずその海外でやるかどうかっていうところはまだ分かりませんけどね。で、とにかくサマーソニックの発表 JO1INI の段階で、普通だったらどう考えても JO1INI BE:FIRST マーゼルみたいな感じで出たらめちゃくちゃね、盛り上がるわけですよ。当然 JO1INI だけど盛り上がりましたが、まあそうですね、ちょっとだからサマソニー日本のやつもしに BE:FIRST マーゼルもろもろ出ない感じになるのであれば、まあでも INI JO1 が昼日に行く予定ではあるから、まあちょっとその辺も含めてね、まだサマソニー撮ってないんですよね。うん、まあまだわかんないんで、まだちょっとわかんないんで、うん、撮ってないというかまだチケット取れないのかな。その辺もちょっとまだね、いろいろ情報多いんですよ最近ね。で、それもありつつで、京セラドームね、その BE:FIRST京セラドームの終わった後にもしかしたら発表があるのではないかっていう。今そのちょっと凪状態というか、 BE:FIRST の供給がちょっと少なめっていう感じの話もありますが、ただまあその前提としてまず私はそう思ってないっていうところは言っときますね。全然供給がないグループを追っていたので全然ありますが、ただね、今までのそのスピード感的な部分で言うとちょっとっていうのは
感じる人も多いような気はしています。まあまあまあ、でもおそらく京セラドームの後っていう形であるだろうし、なんだったらそこで海外の、まあ、タイ・バンコクのサマソニーの流れなのか、それともちょっと JO1 的な感じでアジアツアーなのかっていうか、そういう形で考えているのではないかっていう、まあそのマーゼルのそのツアーの日程とか諸々の絡みあると思うけど、そことは被んないようにやるかもしれないし、あ、でもワンオクとかあれですよね。例えばマーゼルね、日本ツアーがあったとして、まああったとしてというかあるんだけど、私も行くんだけど、あの海外行ってこの日この時は日本でやって、まだ海外に飛んでとか、そういうのはできるか、できるか、全然できますね。しかもアジアだから近いしね、まあ、近いと言っても飛行機乗らなきゃいけないし、うん、私も海外行った記憶がもうはるか昔だったりするからな、うん、ということなので、まあもしかしたらっていう形で、まあでもあくまでも想像ですね、ご注意くださいとは多分ここにも貼ったし、あのサムネにもね、まあサムネここに貼る感じになると思うので、はい、まあ、りょうきくん貼りまして、スカイハイも貼りました。まあ、ね、何しろ多分 BMS 時点ってことはスカイハイなんで。ただね、話の中でする感じ、りょうきくんの話はもともとの予定があって、レオくんのラビットの話はそういえばそうだなって途中で思い出したんで、できればレオくんも貼りたかったけどね。まあ、ただちょっと今回は、まあ、タイでりょうきくんが撮影したっていう情報もいただいたんで、BE:FIRST、りょうき、スカイハイで貼らせてもらって、あとあえてブンブンバックにしました。1億回まで行ったという形で、あの海外でやるとしてもこのブンブンバックはかなり乗りやすいだろうし、外国人だったらガンガン乗ってくれそうだなって気もしているんでですね。で、ダンクに関してはですね、まあやはりあのスカイハイダンクのやつ乗せてさせてもらってますけど、やっぱりこれがあってからのものではあったし、いずれそのダンクとかに海外アーティスト、まあ 80s は来てもらいましたが、 K-POP アーティストのコーチェラすごいですよね。メインステージですよね、うん、であの海外の人たちもまた呼べればっていうかね、ダンクもだから言ってみればですよ、あの日本で始まったけどダンクタイでやったりとかインドネシアでやったりとか韓国でやったりとか、まあ韓国は K-POP の素養がむちゃくちゃ強いからなかなか難しいかもだけどね、まあその辺も含めてやれたらいいなっていう、やっぱりアジアからだなっていうところは間違いないですからね。まあそんなことも考えました。はい、まあ繰り返しになりますが、あくまでも想像ですし、もしかしたらこの動画撮った後とかにサマソニー日本での発表とかもあったら、そもそもこれがね違ってきちゃうけど、まあオタクは想像して妄想して、それでそれがもうね楽しみみたいなもんなんで、はい、全然そんな感じなんでね、あまり本気にはしすぎずに、ただなんかそういう流れの部分がベスティの中で盛り上がってますよ的な感じだったりするというねところですよ。で、まあ、やっぱりね、供給が確かにちょっと少なめなのかもしれません。BE:FIRST の普段のその流れとしては。その時はですね、これ以前の推しグル、以前じゃないな。ケイ君、現エンティームのケイ君が、なかなか遅さがなかった時期に、私、ケイ君に関してだいぶ動画出してたんですけども、供給がなければ自分らで供給作っていこうぜっていう、そういう感じの話をしてたんで、はい。まあ、BE:FIRST に関してはまた供給がすぐ出てくるのは分かってるんですが、今現在は確かにちょっとだけね、BE:FIRST としての動きはないので、ね、レオくんとか、あと竜兵軍俊斗くんのティファニーとかね、諸々の動きはありますし、ショーマイナーサベージのヴィランズだったり、ショーマイナーサベージじゃないですね、翔太くんのヴィランズの曲だったりとか、いろいろ混ざってしまって申し訳ない。でもショーマイナーサベージの新曲もね、ありますからね、そういうところも含めてですよ。うん。そう、翔太くんもね、翔太くんがやはり結構肝になってきそうだなとも思っているし、彼が、本当にいろいろなアーティストと、交流を深めていってた部分っていうのは、スカイハイとはまた違うベクトルの立場でやっていて、そこもでかいなと思っているし、ね、そういうところもあるような気がします。前確かだって、タイのスタンプさんの楽曲、日本語の曲出すときにスタンプさんが、翔太くんが日本語訳して書いてやったっすよね。あれどんな繋がりだって思ったけど。ね。あ、まあスカイハイの繋がりか。どんな繋がりっていうか。いや、そうなんですよ。だからスタンプさんとか、タイでやったら来てくれるかもしんない。スタンプさん、ご存知の方、ご存知ない方いらっしゃるかもだけど、まあスカイハイともコラボで曲を作った人でもあって、向こうのポップスターですよ。
だからタイだとまあ、やっぱタイと韓国スカイハイとのつながりのある人多く、タイで韓国じゃないとしたらタイでやるって部分はだいぶでかいんじゃないかなって気がするんで、ね、でゲストで来てくれたらね、無現地の知らない人たちもなんか盛り上がってくれそうだしね。サマーソニックでジコさんがね来て、その時にBMSG アーティストがみんなでお邪魔したっていうところがあって、ちょうどそのワンオクロックとかいる時で、ジコさんもまあワンオクとかいるから自分のステージに誰も来ないんじゃないかって心配していたんですけど、来てくれて助かりましたって言ってたんで、まあそういうね、持ちつ持たれつですよ。そういうところもあります。ジコさんも元気でやってるといいな。まあそれ元気でやってるだろうけど、ボーイネクストドアのプロデューサーですね。はい。いろいろ語りそうになってしまう。というわけで、ちょっと語りすぎる前にここで押さえておきますけれども、まあ、妄想想像ではありますけれども、で、皆さんのコメントとかもろもろいただいた上で、タイのバンコクのサマソニーの可能性があるかなと、あるいはアジアでの小規模なツアーとかやるのではないかなと。で、マーゼルも、まあ、ツアーの合間を縫ってやるかとか、まあ、もろもろね、マーゼルのツアーの日程とかも、ちゃんと調べてからにすればよかったけども、仕事前でもろもろ時間ないもんで、はい。語りすぎるって言ったでしょ。うん、はい、というわけです。なので、まあ話半分で聞いてもらえればと思います。はい、ここまで言っといてあれですけども、いやでも想像妄想楽しいですからね。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。4月入りましてね、出会いの季節などと言われますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、情報を発信していくという形の中で、自覚も湧いてまいりまして、良い情報を発信できるという自負とプライドも最近はあります。その上で新規の方がたくさん来ていただきますので、登録者数が多い方が説得力がありまして、皆さん来やすいという事情もございます。で、その上でボーイズグループを J-POP を世界にという形の立場やらせていただいております。YouTube の登録は無料でございますし、登録したところで変なサイトに誘導されたりそういうことはございません。外した時も私に通知が来ることは一切ございませんので、ご安心ください。なので、まだ登録されていない方、そして一度外された方も、もしお気がかかりましたらぜひ登録をお願いします。すでに登録をしていただいている方はありがとうございます。では引き続き頑張ってまいります。ではまた。